はい、皆さんこんにちは、チェでございます。クリムゾン88ね、やっていきたいと思います。前回から、前回はね、ハグ君の最中で終わりましたけども、セーブするためにね、町に帰ってきました。で、おや、ちょっとごめんなさいね。宿泊まりましょうか。はい、お金1万超えてるわ。これなんかコメントでも聞いたと思うんですけど、ある程度行き過ぎたらもうお金が宿屋ぐらいしか使わなくなるって聞いたんですよね。まあそりゃそうですよねと。私は炎の剣持ってるでしょ。でアーノルド君が持ってないんだね。アーノルド君に買っちゃおう。ちょっとアーノルド君もね、戦闘に参加させたくなってきちゃった。会話の仕方忘れちゃってた。炎の剣でしょ。はい。アーノルド君ね。やめましょう。もうだって顔もお金がないもんね。装備でアーノルド君。で、炎の剣。鋼戦士、鉄兜。あとは、イザベラさんの防具かな、次はね。止まんないよ。さあ、じゃあ、あの男もなんだかんだでヒットポイント72まで来てますね。売りに来ました。アーノルド君ね。で、アーノルド君、毒消し持ってんだね。はい、鉄を売りましょう。じゃあ、まだまだ毒消し買わなくていいんだね。さあ、じゃあ行きましょうか。道具でアーノルド君がペガサスワープを使いましょう。さあ、このパートも、なりますんでね。なんか笑ってばっかりでごめんなさい。もう笑いが出ちゃうんですけどね。もう、育みで、ここを歩くのがね、ちょっとなんかね、笑いが込み上げてきちゃった。ドラクエだったらね、そんな感じはなかったんだけど、まあドラクエ、今のドラクエだったら、今というかね、私がやってた4,5,6 ぐらいだったらね、天空シリーズなんか口笛とかがあったからね、4,5,6が天空だね。ほんで私7までやってんだよね。ですので口笛があってね、あと AI がいるんでね、すごく楽でしたけどね。6匹に先制攻撃か。たまんないね。さあ、見せてもらいましょう、アーノルド君の攻撃力を。なんか当たったもん勝ちな感じがするもんね。当たんなかったね。一ターン目でこれはきついな。ほんまきついな。一匹も当たんない。先制攻撃までされて。なんでしょうね、声も、声が出ないというか。1匹しか、2匹見いけたね。これ3ターン目なんだよ、これ。すごいな、3ターン目で2匹しかやっつけれてない。すごいすごい。はい。私が3匹倒してるもんね。ほら。あら、これ私が6匹倒すのかい？ほんとちょっとびっくりしちゃうんだけどね。思わず声張り上げちゃったけどね。ほら、4匹目倒しちゃったよ。日頃ちょっと役に立ったの私がね、すんごい役立ってんだけど。まあ、ほんとかい？これ、冗談にも程があるよ。おさすがにイザベラさんにもプライドはあるか。驚くなぁ。また7匹。私絶好調だね。乱数がすごくいい感じで私にも待ってるのかもしれない。しんないね。おお、すごい。もう3人当たっちゃったね。これはすごいね。
おお。あ、やっつけきれなかったのか、私は。おお、すごい、アーノルド君。いやいやいや。これは効率が上がるかもしれないね、3人が攻撃できるから。さあ、アーノルド君どう？ああ、外したか。いやいや、いいよいいよ、もうアーノルド君。外しても全然出ちゃうだから、もう。ちょっとちょっと頭の二人先輩方が外してどうすんのよ。はい、さてさて、はいはいはい、出る出るね。いやー、アーノルド君炎の剣いいね。あ、こっちで、こっち行こう。これ一周す、このパートで一周できるかな、これ。あと10分。切ったね。また、あの、あれだね。ファルコムのダイナソーはエンカウント率がすごかったけど、鬼のエンカウントだったけど、クリムゾンはクリムゾンで、今度、もう怒涛の泥試合ね。もう泥試合に怒涛も何もないと思うんだけど、いやー、本当なんでしょうね、ゲームバランス間違えると恐ろしいことになるね。これゲームバランスとか、普通ゲームバランスが悪いってのは敵のバランスがね、戦闘のバランスがおかしかったり、そのゲームバランスが悪いって大抵言うと思うんですけども、これはまあダイナソーはエンカウント率でしたね。でこのゲームはまあ泥試合ね。いやー、ほんと私が今までやった中でね、うん、2大ゲームだね、このゲーム。あのダイナソーとクリムゾンがね、3本目の柱になるゲームが出てくるかな。もうただただダサくじゃダメなんですよね、これね。そこそこいいんだけども、えっていう感じのがいいんですよね。そのこれもね、このゲーム今のところやってるとね、この泥試合が本当によくできると思いますよ。泥試合がもうほぼスポイルしちゃってるんですけどね、すべてを。まあ、あのダイナソーもそうでしたけど、ダイナソーもあれでしたね、あのエンカウント率がもうやる気を奪うみたいなね、ありましたけどね。だってあのゲームあれだったもんね。休憩、そうだそうだ、休憩が永遠にできたかな。うん、そうだね、あのゲームね。そうだそうだ、確か永遠にキャンプできて、永遠に回復できたと思うんでね、戦闘以外は。確かね。そうだよね。あれも、多分ね、作戦会議というかね、企画会議かな。企画会議とか設計段階ではこんなはずなかったのにっていう感じだったんでしょうね。ですから、あ、うん、そうそう、私も途中で言ってたかもしれないんですけど、無限に休憩できるから、無限に休憩できるから、あれじゃなかったかな、無限に休憩できちゃうので、あれじゃなかったかな、あの鬼のエンカウントを後からつけたんじゃないのっていう、私適当な考察してたと思うんですけど、あ、一瞬回ってきちゃった。回ってくれたね、かなり余分に遠回りもして回ってくれましたね。だからこのゲームも多分当初は違ったのかな。ひょっとするとテストでやったら意外にあっさり解けちゃったかなんかが出て、じゃあ今からどうするよということになったのかもしれないですね。あっさり、うん、溶けちゃって、でもうここから私の憶測ですけどね、あ、アーノルド君だけが当たったんだね。で、いや、どうするどうするって、もう納期はもうすぐそこだよっていうような感じな時に、一番長い時間やらせようと思ったら、本当にこの方法ですもんね。泥試合させるのが一番いいというかね、長い時間させれますもんね。だってもしね、今更味方のパラメータ、敵のパラメータなんか変えたらえらいことになるでしょ。
で、あとは当たり判定とか、あ、しまった、アーノルド君重ねちゃった。当たり判定、あ、当たり判定じゃダメージとかね、ダメージ量とかに係数かけてしまった場合は、あ、それでもいいのか。いや、ただね、それしちゃうとね、例えば100当たって、この攻撃で100当たってた人を50ぐらいにしたりするとね、それだったら当たり判定は変わらずいいんですけど、それやると下手するとね、下手するとその係数によってはダメージが0とかになる可能性あるんでね。ずっと私がもしプログラマーで同じ状況に置かれたら、多分きっと同じことしますね、このクリムゾンとね。あの、じゃあ当たり判定を変えようと。当たり判定だったら、あの、そこら辺をいじらなくていいから、そこら辺まで面倒見なくていいし、考えなくてもいいしっていうことだよね。あの、うん、だってさっきも言いましたけど、ダメージ量とかいじっちゃうと本当怖くなっちゃうんでね。うん、まして係数なんでかけちゃうとね。うん、あの、まあゼロになることはないだろうけど、自信が持てないもんね、そこまで保証がしきれないんで。それだったらもう当たり判定ね、うん、当たり判定をいじって、だから、ぜ、だから延々、あ、いや、だから私ね、あの、今更思ってるんですけど、一応このゲーム、デックス上がったら当たるっていう感じでしたよね、序盤はね。でも今思ってるのはね、あ、でも違うかな、強い敵にいたら全く当たらなかったかな。いや、もうね、なんかね、ここのとこ思うの、これほんまに本当にあのランダム2分の1でやってんじゃないってそんな気がして仕方がない。ほんとね、1か0かランダムにして、どっちが出たら当たる、どっちが出たら外れるってみたいな感じにしてんじゃないの。それだったらめちゃくちゃ簡単になるもんね。だからそれだったらデックス参照しなくなるんで、それはそれでおかしいかな。うん、まあ一応デックスね、序盤を見ましたもんね、レベルが上がったら当たり出したっていう感覚あったんで、まあさすがに2分の1はないか。まあね、こういうね、変な妄想したりするんですよね。結構楽しいんですけどねもう勝手な憶測で妄想するっていうのがね、私は大好きなんですけどね。ひょっとしたらこうなんじゃないのね。ですから、そうですね、他人のプログラムソースね、あの、結構見るのね、好きってわけでもないんですけど、見出すと止まらないくらいありますね。あの、よく、あの、うん、見ててね、なんかね、ああなるほど、個性あるなーってね、人のソース見ると本当個性あるなーと思いますもんね。もう、あの、結構ね、あのね、最近のね、最近というかね、私がプログラムソース見るとね、大抵世代はわかりますね。まあそれは、まあそうかな、うん、世代は本当にね、あのね、だから年というか、まあ世代がわかりますね。あの、古い、そうだね、2000年ぐらいにプログラムをやってた人なのか、2010年以降ぐらいにプログラムをやってた人なのかっていうのはなんとなくね。前ね、台湾の人のテスト、サンプルソースを見たんですけども、ほんとその人はね、もうむちゃくちゃ年寄りだったんだなって思いましたね。なんでしょう、もう今じゃ、まあそれはあの、マイクロソフトのね、Windows のプログラムだったんですけども、Windows のアプリのプログラムだったんですけど、あ、いや、私がまた上がったの？あれ、アーノルド君？あ、上がった上がった、よかったよかった。うん、あの、あれですね、本当に、もう、今現行では使ってない、命令をね、コマンドを使ってたりしたんで、私はびっくりしたもんね、え、何これって思ってね、最新のソース、あ、最新のコマンドかいとか思って、はい、逆にね、こんなの見たことないから、今のバージョンこんなのあるのって思って調べたら、昔、すごい昔のやつでね、もう今はあの、互換性のためにしか残してません、使っちゃダメよっていう新たに使っちゃダメよっていう内容だったんで、ああ、この人年食った人なんだなというね、
そういうのもね、プログラムからいろいろ見れたりはしますね。本当ね、プラグマソースって個性あるんでね。まああと個性というかね、私は未だにあのプログラムソースが書き方変わったりしますんでね、未だに変わったりしますね。ですから本当ね、半年ぐらい経って見た時に、あれこんなやり方やってんのみたいなね、感じですね。最近はですからあれですね、私あの前まではね、半年ぐらい前まではあのあれなんですよ、なるべくわかりやすく見せようと思ってたので、行間を結構開ける方だったんですよね、スペースというかね。そうだね、1個の if 文とかが入ったりすると if 文の最後は1行開けたりとかしたんですけどね。で最近のね、あの今時のプログラムのサンプルソースとか見るとね、ほんと行数を減らすっていうものが見えるんで、だからそれに影響されたのか、私最近はね行数を減らすようにします。結構爪で書きますね。ね、まあ時代の流れなのかもしれないですけどね。ですから今若い子が書くソースみたいな、私も本当頭ついていかないんじゃないのかなっていうね気もしちゃいますよね。よいしょ、まだいけるかな、まだいけるねこれね。アーノルド君ヒットポイントやばいけど、と思ったら時間超えてますね。ちょっと変な話で脱線しちゃいましたけどね。あ、ドルジェーなってんね。あー、もうどうしよう、もうこれが当たらな、誰も当たらなかった。あ、当たったか、当たらなかった。戦闘中でもう切ろうかなと思います。2回目ですね戦闘中ね、一度あの私戦闘中で切ってるんでそれじゃあ88クリムゾン終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。